未来、どうしたの？パソコン眺めてニヤニヤして。はるか様、今ヘビジョの悪人 BBS を読んでたの。あら、うちの生徒が書き込めるネット掲示板ね。私、面と向かって人と話すの苦手だから、こうやってネットで友達になれそうな人を探してるの。ネットならそんなに緊張しないし、ヘビジョにも結構同じ趣味の人がいるんだ。友達になってくれる人がたくさんできるといいな。なるほどなるほど。それじゃ私も一肌脱いじゃおっかな。え？パソコンちょっと貸してね。これでよしと。何を書き込んだの？今すぐ勝負するやつはいないか、この腰抜けども、私の首を刈ってみろって書き込んだわ。ほら、もう遠くの方から声が聞こえるわよ。未来ちゃん、これで友達いっぱいできるわね。よかったよかった。もう戦うしかないってこと？候補を全員やっつけちゃうなんて。私の首を借りに来るお友達なんていらないよ。あら、そう。ごめんね、未来。インターネットって怖いのね。私は遥か様の方が怖いよ。